俺急かされないと何もできないからさ。そうだからゼネコンとかぐらいがちょうどよかったのかもしれないね。ゼネコンもお前死ねって言われて初めてはいって言って、俺も俺でやっぱりあんまりやらないことが多かったからさ、やっぱこうケツを思いっきり叩かれて、むしろ建築業界にいたから麻痺しちゃったかもしれないね。毎回死ねぐらいの勢いであの仕事とかさせられてたから、なんかちょっと頼むよぐらいじゃもう動かなくなっちゃった。優先順位的に相当低い。その建築業界ってやらなきゃ殺すっていう案件が4つぐらいあって、そういう時にだからみんな分かってるのよ。こっちが、まあ、人も少なくて、その膨大な仕事量を振られるって分かってるから、みんな脅し文句を言ってくんの。じゃないとやらないから。優先順位後に回されるから、やらなきゃ殺すでくるのね、みんな。できればやっといてくださいだと、まず後回しにされるから。みんなやらなきゃ殺すの感じでくるの。だから、やっぱ、そういう、あれのもう、癖がついちゃってるのかもしんないね。いや、でも、分かるよ。わかる、その気持ちは。だってみんな忙しい中仕事をずっと振られ続けてて、その中でお願い事して下手に出たら、絶対にあ、そんなにじゃあこれは優先順位低めのやつなんだなっていう風に思われちゃうの、その頼まれた側も。だからみんな強気に来るんだよね。お前ほんとこれやんないと終わりだからなこの現場な、つって全員に言われて、でバーンってなる、頭が爆発して終わるという、久本雅美になって終了で、たまに切れるんだよね。そんな何回も言われたってできるわけないじゃないですかって言って、じゃあ仕事やめちまえよって言って、はいって言って、ダクトの中で泣くの俺は。毎晩、ダクトに、ダクトから水が漏れてるぞ。それは鈴木の涙じゃよ。ダクトの怪人。違う。でもさ、ダクトって結構地面伝ってるやつとかもあるから、その地面通って、後の壁で塞がれる部分とかもあるからさ、あと、普通に、なんだろうね、その、荷物置き場、資材置き場みたいなところでまだ釣られてないダクトの、そのでっかいダクトとかって、普通に隠れるには最適の場所なんだよね。その仕事を、手よくサボれる格好の場所だったんだよ。そう。釣られてないダクトはただの、その、寝床になるからさ。しかもさ、その上で、その、要は養生シートみたいな、その白いでっかい、その、シートみたいなのがあるんだ。それでバサって隠してあるから、まずバレないんだよね。ダクトの中で休んでると。うん。それがいい。